真中のぞみ役を演じさせていただきました常松ゆりです。とっても楽しくて温かいドラマになっていると思います。1話を見たら2話3話とお家で楽しみに見てくださると見てくださるといいなと思っています。よろしくお願いいたします。いや、とっても楽しかったですね。なんか久々に私は学園もののドラマを演じたんですけど、なんだろう、やっぱ同世代がいるととてもうるさくなるというかそれをあの流星さん演じる石渡先生がまとめてくださったり、あとは一緒になんか盛り上がっちゃったりとか何かあの本当に兄貴的な存在で、一緒にいてくれたりとかしたので、それがすごく私たちの支えになったし、お芝居の勉強にもなったなと思っております。もうなんか教室のシーンとかシーンをこう撮影してない間も本当にこうなんか休み時間のような雰囲気があって、みんなでわちゃわちゃ喋りながら写真撮ったりね、いっぱいして写るんですを、あの宣伝部の方が用意してくださって、それでみんなで撮ってるので、それをあのツイッターとかインスタグラムとかで今度アップしていくみたいなんで、チェックしていただきたいです。めっちゃいい写真、本当に超楽しかったここで本日はドラマの大ヒット祈願をさせていただきます。本来のヒット祈願といえばですね、鏡開きや神社への参拝となるところなんですが、ここは都立水晶ですので、今日はヒット祈願としてシャンパンコールを行いたいと思います。いくぞー、ワンツースリーフォー、ラスエ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 ラ、ウィーセイウィーセイ、水晶令和ワンツースリー、ラスエラスエラスエララスエラスエラスエラ、ウィーセイウィーセイ、水晶令和ワンツースリー、水晶見ようぜ、みんなで見ようぜ、姫様ググイと、姫様ググイと、王子もググイと、王子もググイと、水晶、はいはいはいバッチシだね。バッチシ、さすが皆さん本番にお強い